NWA タッグリング戦は日本プロレス主催 NWA 公認で1970年から1972年に開催されたプロレスのタッグ選手権シリーズである。大会方式は日本側チーム対外国側チームの対抗戦の図式を取り2回戦争あ当り1試合を45分3本勝負とする形式を取り入れた。この大会は当時日本テレビが 日本プロレス中継で独占放送してした日本プロレスの春の一大イベントであったワールドリーグ戦に対抗してそれがワールドプロレスリングで放送できなかった日本教育テレビが1970年7月に日本プロレスに企画を持ちかけて秋の一大イベントとして成長させようと開催が計画されたしかしルールが煩雑であること タックメンバーも抽選によって決定された即席チームであること、また第3回では日本プロレスの主力だった猪木が追放、馬場も独立するなどしたため観客動員が低迷し、タックリーグ戦は成功しないというジンクスを打ち破ることはできなかった。テレビ中継は第1回と第2回が日本テレビとネットテレビの両方で、第3回は日本テレビが 日本プロレス中継を打ち切って、全日本プロレス中継に変更したため、ネットテレビ単独で放送された。なお、1990年代に旗揚げされたイワジャパンにて、NWA 世界タッグリーグ戦なるリーグ戦が開かれているが、別物である。開催期間1970年9月25日から11月5日、タッグチームは報道関係者や主催者が、 立ち合いのもと厳正な抽選により、日本側、外国側それぞれ4組8人ずつのチームを編成し、45分間の3本勝負で、それぞれの試合ごとに勝利したチームに勝ち点を1ずつ与えるという方式であった。よって2勝すれば、勝ち点2が与えられるだけでなく、1勝しか上げられなかった場合でも最低勝ち点1が与えられるという方式だった。最終的に、 各チームが8試合ずつを消化したところで、日本側、外国側それぞれの1位1チーム同士が決勝戦にコマを進め、60分3本勝負で優勝を争う。ただし60分で0から0、もしくは1から1で決着がつかない場合は、試合終了後に延長戦を時間無制限で開催し、そこで勝ったチームを優勝とした。予選で日本側1位のチョキホシノと、 外国側1位のボックウィンクルクイーンにより、11月5日に、台東区体育館で行われた。1本目は33分に及ぶ、死闘の末ボックウィンクルが星野をホール、2本目は星野がクイーンをホールして1から1とした、ものの規定の60分で決着がつかず、延長戦を行い、猪木がボックウィンクルを万事固めでギブアップさせ、猪木星野が、 初代の NWA タックリーグ総合優勝になった。決勝戦のテレビ中継は翌11月6日に日本テレビで録画中継された。開催期間1971年9月24日から11月10日、出場チームが日本側、外国側とも5組10人ずつの10組20人に拡大。日本側チームは初参加の上田、坂口の2名を含め、 全員前回大会からメンバーをシャッフルし実力のある選手同士のタッグを組んだ。外国側は2年連続参加のレイン以外は全員が初参加だった。しかし、そのレインが大会中に不助暴行の罪で逮捕されるハプニングがあった。基本的な試合方式は前回と同じだが勝ち点のシステムを変更し、1本ごとにあらゆる勝ちに1点ずつ、あらゆる負けは勝ち点0。 引き分けは45分の時間切れである場合双方に1点、両者リングアウトによるものは勝ち点0とした。決勝は11月1日に東京都体育館で個人としての2連覇を目指すチョキと坂口の新コンビにコアルスキーオースチンが挑んだが、1本目は坂口がオースチンを体固めで下し、2本目はチョキの18番であるマンジ固めでコアルスキーを抑え込んで2連勝で、 日本勢の連覇が決まった。特にチョキにとっては前回の星野とタッグを組んだ大会に次ぐ個人での連覇を成し遂げた。決勝戦のテレビ中継は当日ネットテレビで生中継された。開催期間1972年9月25日から11月3日個人で連覇を達成した猪木が会社の鳥をくわ立てようとしたため日本プロレスから追放処分を受けたこと。 またババも日本テレビとのつながりの関係から全日本プロレスを立ち上げて独立した影響から、この大会の日本側チームは、若手の高千穂、松岡、永玄が新たに加わった。今回はふさあたり回数を1回に減らし、45分3本勝負で勝ち越した側に対して勝ち点1を与える。45分で決着がつかない場合は、時間無制限で延長戦を行う。 決勝戦は従来と同じ。決勝戦は10月31日に大阪府立体育館で行われ、坂口高地穂がハミルトンブラザーズを2から1で下して優勝。日本側が3連覇を達成した。坂口は初期に次ぐ個人での連覇だった。1973年春に坂口が離脱、ネットの中継も新日本プロレスに移行したことで、 日本プロレスが崩壊したため、第3回が、最後のリーグ戦となった。日本プロレス事件史、ボリューム2、P12AB、日本プロレス事件史、ボリューム2、P12P14、ジャウィ1 9 7 1ザセカンドアニア d a n NWA タグチームリーグ、puroresu.com。2018年4月24日閲覧。ありがとうございます。